続いて今シーズン2位の DeNA ベイスターズです。私どうでした？師匠はいやまあそうだな、まあそんな感じですよね、うん、って感じですよね。まあ外も出遅れたし、オースティンがまあ結局1回もスタメン張れなかったのかな、代打で戻ってきたけど、うん、とかまあ全体的にはよくやったと思うよ、80点ぐらいだと思う、うんうん、だけどその両外国人に頼るところがまだあって、まあ、そこら辺が安定をしなかったということ。だから予想した成績よりやっぱ低いですもんね、低いよ活躍が。だから外のホームランも少ないし、はい、外が17本しか打ってない、うん、これ倍打たなきゃダメだよ ね、はい、うん、でオースティンもだってあれ肘悪いけど、あんな外野手なんか1日1球キャン1球以上投げんの、なあ出せっつって。いや本当だよ、何やってなんでバット振ってんだもん。そうだよ、アホかいって俺痛いんですよ。いやいやこうやって伸ばす方が痛いと思うんだよバットで。でも、方がでも代打で出てまんぶりしてますよあれ、うん、なあ。いやそれで投げるのは肘使わなくても手首で投げられるから。あれはカットまででいいんだもん。結構だから甘いですよねオースティン。いや、甘いっていうか球団がちゃんとそこ管理するんでしょうね。あやっぱね、オースティンはちょっと怪我に弱いな。そうですね、うん、また年末しとるでしょあれ手術、うん、本当にしてんのかおい。本当にしたの自分で塗ったって手術やからねこんなもん自分では塗らないで、まあ、大げさに言うでしょ、うん、だからいやでもね、来年の4月か5月には間に合うんじゃないかって。開幕はどうかします。間に合うんじゃないかじゃないよな、うん、じゃあ1年間棒に振ってもいいから、うん、来年は頭からいけって言え。言うたら2年近く棒に振っとるんですからね。あんなん大体1打席で勝負できれば、私ね4打席経って結果出すタイプだから、うん、それは無理ですよね、まあ、金が入ってくるからな。だから無理しないんですよあれ。そういうことなんですね、人ってね。いやまあそれとキャッチャーがやっぱ3人体制、これはね、ピッチャーに聞きたいんだけど、ピッチャー先生、はい、やっぱある程度軸がいるよな。まあ峰井っていう軸はある程度あったとは思うけど、いなくなっちゃいましたからね。いなくなるし、はい、でもじゃあキャッチャー誰だって言ったら誰もいないわけよ。そうですね、うん、だから来年は伊藤光と戸柱がどっちが、うん、あと松尾だな。ああ、うん、入ったね、うん、でもこれはね、なかなかね。でも松川よりは俺は動きがいいと思う。あ、そうですか。絶対、うん、だ打つ打たないとかそんな関係なく、まあ、マスクもだって2割打ててないでしょ。そうそうそう、打ててない。だからあのぐらいの数字は残すよ。ただ俺こっちはいいんすか。いや全部抜群だ。全部抜群だ。あのフットワークは半端ないから。あ、そうですか。遠いんでしたっけ大阪桐蔭。 DeNA が固定しないっていうのはそれはどうしてなの。固定できない。そういうことです。できない。それはピッチャーとも相性で固定できないってこと。いやいや両方あると思いますね。でもピッチャーの相性も固定できないんだったらそうなるよ、はい、だけど固定したらもうそこにピッチャーが合わせていくしかないから、うん、だから本当に優勝したいんだったら130試合ぐらい被らせるようなキャッチャーを作らなきゃいけない、うん、それは誰だと思いますか。松尾だよ。松尾どうしよう。どれぐらい使いますかね来年 DeNA は。使えると思ったら使うと思う。楽しみですね。じゃあ、いや楽しみだと思う。野村さんはどうなんですか、キャッチャー。いや正直ね、まあ、配球だとかいろいろあるじゃないですか、はい、言うてもそこに全部投げれるピッチャー世の中いないんで、うん、それよりもフットワークよくて止めて刺してくれるやつだったら誰でもいいよ俺。ああ、そう、まずそうだよな。そうなんですね。シゲやっぱ取ってから早い刺してくれたから。はい、シゲさんは、うん、だから友達のお前リードが悪かったみたいな言い方するんだ。いやいや言うても言うてもうん、まあ言うてもそれ 100% のリードってないじゃないですか。インコースだけのつもりでアウトコース行くこともありゃね、はい、甘く入ることもあるんで、うん、ある程度はもちろん大事かもしれないですけど、そういった意味じゃやっぱり、まあとはうなずいて投げてるんだから、はい、こっちの責任でもあるわけですから、まあ、それよりも、まあ、僕クイックもあんまり好きじゃなかったし、はい、それで刺してくれるシゲはやっぱ大したもんでしたね。いやいやもう やっぱり刺すのは刺したからね、あいつ。そう、だから取ってから早かった。早かった。そうなんですね、うん、今、じゃあ DeNA のキャッチャーでそこに近いっていうのはいないね。いないよいやだから、だからシゲのようなフットワークの肩のやつはいないよ。そいやだから、だから今年を振り返るんだったらいないよって、はい、でも来年から松尾が入るっていうのは楽しみだっていうこと。そこを僕全く見れてないですけど、本当いいんですか。いい。おー、これはね、内野手もできるぐらい。はいはいはい、楽しみです、ね、ショートできる。で、打つ方は長距離系ですか。あのね、松川より打つんじゃないかと思う、俺は。うん、対応してくると。なるほど、うん、そういうと、やっぱホームランよりはどっちかというと率は上げそうなタイプです。だから将来的に、じゃあ3割打ってホームランがちょっと少ないのか、2割7、8分でホームラン20本ぐらい打てるのか。あ、そっちだ。そっち。うん、じゃあ中長距離ぐらいな感じですか。うん、
しみ、そう楽しみですよね。いやだからキャッチャーを本当に固定できなかったっていうのが、まあ、一つのね、はい、マイナスかなって。だからヤクルトっていうのはなんだかんだって言っても中村がいいリードするよ。する。よく見てるあいつは。ピッチャーをやっぱね特徴を掴んでるようにしてるんです。ピッチャーの癖っていうかね。はい、だから構える位置もそうだし。その投手によっても全然背景違ってくる。まあ DeNA のキャッチャーも工夫はしてるけどさ、はい、やっぱそのレギュラーがいないっていうのが苦しい。でね、やっぱレギュラーじゃないとやっぱ相性でバッテリー組んだとするじゃん、はい、そこでやられると使ってもらえるんじゃないかと思うような気がするんですよ。あ、だから、ね、必死さが伝わるのキャッチャーの、うん、それが結局ゆとりがないように見えますよね、うん、そうなんですね、うん、じゃやっぱり固定っていうのはそういう意味でも大きいと思う。どっかに座ってるのとそれは違いますよね。そうですよね、うん、でじゃピッチャー陣は今年どうでしたか。よくやりましたよね。いや、よくやったと思う、うんうんうん、ただ東がね、まあ開幕してから全然でしたから、まあ来年やるんじゃないですか。石田にしても浜口にしても左はね、まあ、今永人によくやったし、東が開幕であの状態だったんで、はい、東がもうちょっと頑張って、で右は大抜きるじゃないですか、うん、で京山とね、あれはまあね谷間だと思うんですけど、そこで外国人が取ってるし、はい、まあ神社さんであの辺が出てこないかんですけどね。そう、うん、後ろは山崎残ったのが大きいですよね、うん、大きいですね。そこだからヤクルト逆ですよ。もしかしたら山崎見なくなってたらちょっとどうなんだってことですけど、そうです、ね、ヤクルトは幕が抜けて DeNA は37セーブが残ったのか。あ、ということは来年これは優勝。いやだから俺は来年も DeNA が優勝だって。孫拓郎ですもんね。拓郎で孫言うたら孫はどういう字を書くんですか。孫は孫、あのこの孫さんの孫ですか。孫だよ。あ、そっちの孫拓の孫ですか。まあ村でもいい、村でも村でもいい。ああそうね、野村の村で。いや野村さんは来シーズン DeNA はこれ追ってやりますよ。また追ってやりましょうよ。何も追ってやる予想でしょ。予想、いや もう優勝はもう決めてます。まあまあいいや、じゃあ最後振り返りだから。来年考えてくださいよ。そうですかね。じゃあ3位お願いします。あ、ちょっと待って、もうまとまったのか、はい、DeNA の話は。あ、そうですそうです、まとまりました。はい、ただもう少し足が欲しいな DeNA は。毎年言ってますよ ね使えるようになりましたよ。まだまだ使えるようになった。ちょっとずつ数は増えてるんで。ただね、走塁という面ではね、もう一つ言ってほしいな。確かに、うん、アグレッシブさがないですね。 そうそうそう。それどの選手にも。やっぱね、太田大志見てたらね、はい、やっぱすごいよ、あいつの走塁って、うん、迫力もあるし、はい、だからああいうことがみんなができるような、うん、早い遅いだけじゃなくて、うん、感じになってくると、うん、俺はいいなと思うね。走塁では走塁ってことですよ ね、まあ、盗塁も含めてね、うん、もうちょっと頑張ってほしいところありますね。なるほど、はい。パリーグにソフトバンク行きましょう。なんか今もう喋ったよ。半々で喋ったよ今。やっぱ対象がやっぱないと喋りにくいからね。まあ、そうですね。まあでもどうしてもオリックスとソフトバンクって対象じゃない。どうしても。まあ、そうですね。そんなイメージだったら。一緒だからさ。まあ、今シーズンを比較するのはまあそうなっちゃいますよね。もう紙一重だから。だって勝敗では一緒だから。確かに。でもソフトバンク今シーズン本当に怪我人とか、あとまあデスパイネ、グラシアルの今まで通りの働きができないとか、まあねうん、でも一番率が高かったのはソフトバンクだからね、はい、チーム打率っていうのは。そうか。だからもうちょっと点を取ってもよかったんだけど、はい、取らせ方っていうのはね、うん、だからまあそこら辺でさっきも話したようにちょっと優しかったのかなっていう。ギーターの成績って今年どうでしたか。あんまり良くはないですよね。ちょっと目立ってはいないですよね。目立ってはいないよね、はい、ただ今宮が頑張ったね。あーホームランもそうですね、はい、率も残したから、はい、あの小さな体でちょっと怪我して苦しむかなと思ったけど、そう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 、今年よくここまで戻ってきて頑張りましたよね。あと中村が良くなかったな、中村晃選手。一時期そのコロナに蔓延してしまって本部選手が入れ替わるというか、っていう時期の苦しい時期もありましたけれども、それでも順位ずっと2位か1位を死守してたんですよね、フルで。ということはやっぱソフトバンクすごいですよね。いや強い、強いと思う。なんだかんだ言って、いやいい選手いるよ、来年も強いと思うよ。これ投手力、野手力見て、まず投手力っていうのはやっぱりいいところというか、今シーズンも含めてやっぱ速いよ、みんな球が、力がある、線が抜けるね。でもでも藤井もあれだけ出てきて頑張れたしね、はい、バントも楽しみじゃないですか、はい、やっぱりこうやって若い選手出てきてみんな球速いもんね、はい、で森が先発もあるでしょ。そうなんですか、ね、どうなのかな、ね、だから楽天の松井みたいにならなきゃいいなと思いながら、そうなんだね。
まあ難しい部分はあるでしょうけど、とはいえやっぱメンバーいますよ。今シーズン投手でもその隙がないというか、ないことはないでしょう。隙はある、そこは。でもサードのポジションとか固定できなかったしね、内野手で、はい、うん、で回も打てなかったし、もしいいキャッチャーがもう一人いれば代打を送れた場面っていうのはたくさんあったしね、はい、だから隙がないことはない、うん、もう隙だらけだよ、うん、まあそれはどこもありますよね。あ、まあ、隙だらけっていうのも大げさかもわかんないけど、まあ、隙はある。で、野手の例えばこう世代交代だったりとか、そういった面って今シーズンって何か感じることありましたか、ソフトバンクでは。あの野村勇だっけ、うんうんうん、あれはいいな、なんで安定して使わないのかなと思うぐらい根性ありそうだしね。あ、パンチ力あるし、思い切りのいい選手だから、はい、見てて気持ちいいですよね。いい、だからいい選手はいるよ、うん、走らせたらアウトにならないとかさ、シュートもそうですね、まあ、シュートも出遅れもあったしな、ね、だから、まあ、やろうと思ったら全然戦える。まあまあもちろん今年も戦ってるわけだけど、ね、ただそういった中で優勝があと一歩届かなかったっていうのは、これは監督だよな、結局そこになっちゃうかもしれませんね。もうだってもう本当紙一重だもんね、オリックスと。監督がミスしたっていう試合は年間に数試合は絶対あるよ、はい、そしたら経験があったら、いやここ失敗してなかった試合があるなって考えると、あと一つ勝っとけばよかったわけでしょ。そうです、そうです。そうしたらやっぱ監督の差だったのかなって、うん、これ攻めてるわけじゃなくて、やっぱり1年目の監督って右も左も分からなくてやってるから、それはもうだんだん成長していくんだけども、監督としてね、はい、だからそういう意味ではオリックスの時でも喋ったけども、はい、それはちょっと出たかなっていう感じがするよね。一つあれば二つ違うからね。そうですよね、うん、シーズン通してってところですけども、うん、これじゃあもしシーズン通してソフトバンクが優勝していて、まあ、クライマックスシリーズオリックスと戦うことになったら、これはもしかするとソフトバンクが日本シリーズに出た可能性っていうのは大いにあったってことですか。思いになったでしょう ね、 ね、オリックスとソフトバンクだと戦ってんじゃないの、クライマックス。あ、そうです、その1位でソフトバンクが迎えたら。ああ、そういうことか、はい、ああ、それはあるな。あるある、急に声でかくなった。いやいや、急に目が覚めたように。そうそう、いやいや、それはあるある。でそれはさ、ファーストステージでピッチャー使ってんのと、はい、待ってて満を持して使うのとでは全然違うよね。そのためのファーストステージだと僕は思ってるんで。大きいですね、だから。そりゃでかいでかい。それも2試合やるか3試合やるかで全然違うから。そうですよね、ファーストステージね、全然違う。一人ピッチャーがまた抜けちゃうんだ。下手したら4枚目になるんですよ、1戦目が。そうですよね、それはでかいですね。まあそこにアドバンテージがあるから。そうです、そうです、ね、うん、それは優勝チームの特権ですよ、そこは。それと本拠地でやれるというね、うん、まあ、利点もあるだろうし、はい、だからそれはもう1位でやってたらソフトバンクが日本シリーズ出てたかもね。そうですね、可能性は十分高いと思います。確かに、まあ、来シーズン先発投手が抜けてもまだピッチャーもいますし、まあ、そうだ、総合的にすごいなっていうところありますもんね。ただデスパイネとグラシアルはもう、ね、まあ、いないよね、いないっていうところで。まあでも今年の働きからすると、まあ、いてもいなくてもっていうようなところはあったけどね。まあ、日本人選手でも分からないそうですよね。そうだよね、あの数字だったら。そうだよね、まだ野村とか若い選手出してくれた方がよっぽど気持ちいいですよね。そうですね、うん、で来シーズンからね、新加入の取った選手がまあすごいので、オスナとかね、はい、近藤とかね、近藤選手、僕西武行きかなと思ったんですけど、西武行きは面白いなと思ったんですよ、うん、森が抜けてるから。いやでもこのぐらい違ったらこれも200円とか2000円じゃないから。そうです、2億ですもん。え、2億、20億ね、20でしょ。ああ、通して、トータル通してってことですね。トータル通して、まあ、はっきりした数字は分かんないけど、うん、そのぐらいの数字を積まれるとさ、そりゃ心揺らぐよな。でも峰井選手もね、保守としていました。そうなるとね、まあ、おそらく甲斐がスタメンで出ること多いと思うんですけど、甲斐、うん、が今年のようにやっぱバッティング調子悪かったら、うん、中盤から終盤甲斐のところで代打出して峰井っていう可能性も十分あるから、うん、はい、そういったところでもやっぱ峰井が入ったのも大きいかもしれないですね。ただ峰井だけを考えると峰井ベイスターズ自体はレギュラーで出れたんじゃないかな。いや、そうそれはなぜ。だからあいつが本気でレギュラー取りに行くっつうんだったら分かりますよ、はい、
本気でね、うん、でもやっぱり優勝したいね。まあそうです、ね、まあ、DeNA も優勝できると思うけどね、星2位ですからね。チャンスは、ただ東山とのバッテリーはちょっと楽しみだ。大学生、大学で、そうですね、アジアも1回も組まなかったりしてな、うん、1回まさかの東山は頼りだな、そこスタメンで、そこで、いや、本当にそれもね、楽しみですよ。いや、楽しみです。まあ、でも回もうかうかしてられないってことですよね。そういうことですよね。さあ、3位の